CDTV 生放送で待望のナンバー、愛登場。岸くんの選択に笑いと感動が溢れる。ナンバー、愛の衝撃回答。365日のライブ、VS。365日の録音作業。選ぶのはどっち ?YouTube の皆さん、お疲れ様です。CDTV 公式チャンネルの登場だよ。みんな、すごいことになっちゃったよ。なんと、登録者数が24万人を超えちゃったんだ。本当にありがとう。 って感じだね。CDTV ビデオは、アーティストたちの本物の姿を完全に収めた超レアなビデオを引き続きお届けするから、楽しみにしててね。そして、4月1日、月曜日の午後6時30分からは、待ちに待った、CDTV ライブ、ライブ、4時間半スペシャルが放送されるよ。このスペシャル番組では、アーティストたちが熱いステージを披露するんだ。これは見逃せないって言っておくよ。このビデオでは、 注目のアーティスト、ナンバー・アイが初登場だぞ。彼らには、365日ライブパフォーマンスと365日の録音作業、どっちを選ぶって質問をしたんだ。それに対する彼らの答えがめちゃくちゃ面白いんだよ。君たちも絶対に笑顔になること間違いなし。もちろん、僕も答えてるから、ぜひチェックしてみてくれ。それだけじゃないんだ。ナンバー・アイは、ゴートと、ブローイワーカバーという二つの長尺の曲を披露するんだ。 これらの曲はテレビで初公開だって。めっちゃ楽しみじゃないか。このビデオでは、ナンバー、愛のメンバーたちが全然違う答えを出してくれたんだ。その光景が本当に面白くて、ファンを笑わせてくれるんだよ。特に、キシ君の選んだ365日のライブショーの理由は、彼の率直な意見でさすがだなって思うよ。彼の率直さがキシ君の典型的な特徴だから、僕は彼が大好きなんだ。それに、 ファンのコメントもめちゃくちゃ盛り上がってるんだ。365日ライブをやってほしい。とか、岸くんの率直さが好き。っていうコメントがたくさん寄せられてるよ。みんな本当に最高だね。ナンバー、愛のメンバーたちとスタッフの会話や笑い、声を通じて、温かい雰囲気が伝わってくるはずだよ。本当に幸せな空間なんだ。最後にね、岸くんの選択をちょっとからかいつつ、ファンたちは彼らのパフォーマンスを楽しみにしてるんだよ。 CDTV の生放送が本当に楽しみだな。みんなも CDTV 公式 YouTube チャンネルでナンバー、愛の素晴らしいパフォーマンスを楽しんでくれ。次回の放送もお楽しみに。さあ、もし君が365日のライブパフォーマンスか365日の録音作業、どっちを選ぶって質問に答えるなら君はどっちを選ぶそして、その選択の理由は何なんだコメントで教えてくれ。楽しみにしてるね、皆さん。 こんにちは。CDTV 公式チャンネルへようこそ。なんと、登録者数が24万人を突破しました。本当にありがとうございます。今日は、とってもエキサイティングな動画をお届けしますので、早速始めましょう。この動画では、注目のアーティスト、ナンバー、アイが初めて登場します。彼らに、365日ライブパフォーマンスと録音スタジオ作業、どちらを選ぶという興味深い質問をしました。 彼らの回答には驚きましたよ。きっと皆さんも笑顔になることでしょう。私もこの質問に答えてみましたので、ぜひご覧ください。それだけではありません。ナンバー、アイが2つの素晴らしい曲、ボートとブローイワカバーを披露します。この曲たちはテレビ初公開となります。ワクワクが止まりませんね。ナンバー、アイのメンバーたちは質問に対して全く異なる回答をしました。彼らのやりとりは本当に面白く。 ファンを楽しませてくれます。特に私は、岸くんのライブパフォーマンスを選んだ率直さが大好きです。岸くん、あなたには心をつかまれました。そして、ファンのコメントもたくさん寄せられています。365日ライブをもっとやってほしいや、岸くんの率直さが好きなど、たくさんの熱烈な応援コメントが届いています。皆さん、本当にありがとう。この動画では、ナンバー 愛のメンバーたちの会話やスタッフの笑い声を通じて、温かい雰囲気が伝わります。本当に幸せな空間です。最後に、岸くんの選択をからかいつつも、ファンは彼らのパフォーマンスを楽しみにしています。4月1日の午後6時30分から放送される、CDTV ライブ、ライブ、4時間半スペシャルも絶対に見逃せませんよ。ぜひ、CDTV 公式 YouTube チャンネルでナンバー、 愛の素晴らしいパフォーマンスを楽しんでください。そして、コメント欄であなたの意見も共有してくださいね。もし、365日のライブパフォーマンスと録音スタジオ作業のどちらを選ぶか、あなたの理由を教えてください。楽しくディスカッションしましょう。ご視聴いただき、いつもありがとうございます。新しいエキサイティングなコンテンツが続々と登場しますので、ぜひチャンネル登録をお忘れなく、次回の動画もお楽しみに。それでは、 CDTV でした。さようなら。この動画では、注目のアーティスト、ナンバー、アイが初めて登場します。彼らに、365日ライブパフォーマンスと録音スタジオ作業、どちらを選ぶという興味深い質問をしました。彼らの回答には驚きましたよ。きっと皆さんも笑顔になることでしょう。私もこの質問に答えてみましたので、ぜひご覧ください。それだけではありません。 ナンバー・愛が2つの素晴らしい曲、ボートとブロイワカバーを披露します。この曲たちはテレビ初公開となります。ワクワクが止まりませんね。ナンバー・愛のメンバーたちは質問に対して全く異なる回答をしました。彼らのやりとりは本当に面白く、ファンを楽しませてくれます。特に私は、キシ君のライブパフォーマンスを選んだ率直さが大好きです。キシ君、あなたには心をつかまれました。そして、 ファンのコメントもたくさん寄せられています。365日ライブをもっとやってほしいや、岸くんの率直さが好きなど、たくさんの熱烈な応援コメントが届いています。皆さん、本当にありがとう。この動画では、ナンバー、愛のメンバーたちの会話やスタッフの笑い声を通じて、温かい雰囲気が伝わります。本当に幸せな空間です。最後に、岸くんの選択をからかいつつも、 ファンは彼らのパフォーマンスを楽しみにしています。4月1日の午後6時30分から放送される CDTV ライブ、ライブ4時間半スペシャルも絶対に見逃せませんよ。ぜひ CDTV 公式 YouTube チャンネルでナンバー、愛の素晴らしいパフォーマンスを楽しんでください。そしてコメント欄であなたの意見も共有してくださいね。 もし、365日のライブパフォーマンスと録音スタジオ作業のどちらを選ぶか、あなたの理由を教えてください。楽しくディスカッションしましょう。それに、ファンのコメントもめちゃくちゃ盛り上がってるんだ。365日のライブをやってほしい。とか、岸くんの素直さが最高。っていうコメントがたくさん寄せられてるよ。みんな本当に最高だね。ナンバー、愛のメンバーたちとスタッフの会話や笑い、声を通じて、 温かい雰囲気が伝わってくるはずだよ。本当に幸せな空間なんだ。最後にね、岸くんの選択をちょっとからかいつつ、ファンたちは彼らのパフォーマンスを楽しみにしてるんだよ。CDTV の生放送が本当に楽しみだな。みんなも CDTV 公式 YouTube チャンネルでナンバー、愛の素晴らしいパフォーマンスを楽しんでくれ。次回の放送もお楽しみに。それじゃあさよなら。また次のビデオで会おう。YouTube のみんな。 愛してるよ。